よし、じゃあ宝箱を全回収しつつ魔獣も全殲滅といこうか。数多いんだよな。よし、行ってくるわ。広大なノルドの地へ。あれ、マーク出ないね。ほい、あれ、あー、裏に回り込め。よし、このライノサイダーみたいなだよね。ライノサイダー、全身が厚く硬質化した皮膚で覆われている大型魔獣。強烈かつ強靭な突進攻撃は動力者をもひっくり返す。これ空の奇跡のゴールド、説明全く一緒だな。あ、そうだ、新しく入ったこの仲間たちのエスクラを見させてもらおうか。始まりバージョン。ソア剣道、我らを守る唯一の盾、ソア流霊。ここ好き。広告を照らす無二の鏡。パレッツオブメルギオン。このね、ソア流霊ってやってるところ好き。特にノリが変わらないかな。私の本気見せてあげる。おお、またガキを召喚して。このカットインスコーノーザンライトニング、痺れたかしら。はい先生、痺れました。いいから行く。あ、生きてる。僕の番だな。来い、行くぞ。クルトもどんどん強くなるな。これからもご指導願います、教官。おお、いいね、この拳ごっつんこ。ふう、宝箱あったよね。よし、何が入ってる。ティアオルか。いいものが手に入りました。俺はいい仲間が手に入ったけどな。回り、ゆっくり回り込み、背後を取る。チャンスね。バトスコープ、ヒプノストード、声太ったカエル型の魔獣、眠らせた獲物をゆっくりといただく。急激な眠気に襲われた時は彼らが近くにいるかも。ええ、終わりかな。あ、ゼロオーダーだ。ゼロオーダーだからちょっと効果的にやる意味はないけど、新しく手に入ったやつはちょっとボイスを聞きたい。おとばしりルミナリオンフォース、いいね。任せなさい。からのちょっとアサルトゲージがずっと溜まってるんで使います。ガンガン行くわよ。バリアントレイジ、みんな、一気に決めるわよ。みんなドヤ顔してるといいね。強い。まだまだこれからだ。成長しちゃいました。さあかかってこい。ネオフォールはネオがついてる。常に餌を探している危険な鳥型の魔獣、街道を行く人々を淡々と狙いか淡々と狙い、巨大な前足で巣へ連れ去る。ほうほうほう。あれ、これもなんか前と一緒だな。で、なんか、タンタンっていうこの字が、確か2種類あって、ファルコマこっち使うんだっていう話を、なんか前に友達とした気がする。守りの雫。やった!レアモノです!今更ながら、馬乗ったまま開けれんだ。右手に見える建物が、共和国方面の監視塔ですね。その通りよ。そして左手の高台にあるのが赤柱群ですね。ノルドの精霊信仰の名残とされています。ミディアムが言ったことだね。戦ワンでミディアムと初めて戦ったとこだよね、あれ。ファイヤー。難敵か、気をつけないとな。せや、強敵は上等じゃない。赤いカエル、クイーンラーナ、
巨大なカエル型の魔獣、特徴的な角は同族の中で女王であることの証。その歌声は人を悪夢へ誘う。メスなんだ。行きます。行くか。よろしくお願いします。うん、ゼロの浸水。いつでも行ける。ゼロじゃねえや。レイの浸水でいいのかな。よし、崩れた。行きます。先輩の魔法のおかげで助かりました。いえいえ、クルトさんの実力でしょう。おお、てっきりこの二人は汎用ゼリフかと思ったらちゃんと固有ゼリフだったね。専用だと。成長しちゃいました。あ、この先は確か大きな石柱群がありましたね。ああ、おいおい調査したいところではあるが、まずはガイウスと合流してから今後の方針を決めるとしよう。なるほどね。この先はいけないか。宝箱をこれ忘れないようにしなきゃね。なんかあの石柱群さ、なんかちっちゃくなってない？前はもっとなんか上ににょいーんってなんか伸びてた、なんかバカウケみたいな形した気がするんだけど。ああ、こっちもダメか。この先に向かえば監視塔ですが、ひとまず兄に任せた方が良さそうですね。ええ、予定通り集落を目指すわよ。ダメか。というか今更だけどさ、進んだらさ、倒した魔獣が復活しちゃうからさ、あの全殲滅不可能だ。不可能ですわ。もうことがさっき全部倒したのにもう湧いてるもんこれ。じゃああとはもう今は行くとこないね。ノルドの集落向かっちゃいましょう。ファイヤー。そろそろ集落に到着だな。しかし本当にいい風だった。ええ、このままいつまでも走り続けていたいような。ふう、馬から降りるときに名残惜しくなっちゃいそうです。お二人もすっかり高原の虜みたいですね。よし、さあ絶空砲翼さんに会いに行こうか。よろしくお願いします。あ、ブレイクオブジェクトは全部壊す。よし、行くか。よし、到着。よろしくお願いします。全部宝箱は取れるとこは取りました。よし、ガイエス。おお、お白馬いいね。ふう、着いたみたいですね。この辺りがノルドの集落のはずだが、来たか。なんて言うんだっけ、このノルドのこの集落のこの建物の名前、天だっけ、なんかそんな感じだったけど。あ、いる、ノルド集落、あの子がいる。あれは話に聞くノルドの移動式住居ですね。数は随分少ないみたいですが、もしかすると、うん、お、あれ、あの人たちって、うわー、この子も専用グラフィックになってる。そしてボイスがついている。やべえ、弟がめっちゃガイウスっぽくなってる。7組の皆さん、おお、少女、青年。お久しぶりです。元気にしていましたか。お主こんな声したんか。君は、リーク覚えとらんの。お知り合いですか、教官。ノルドの方みたいですが。やだな、リーンさん、エマさんも。あ、もうトーマって書いてある。もしかして僕のこと忘れちゃったわけじゃないですよね。あー、もう顔がどんどんガイウスに似てんってきてんだこれ。まさかトーマーなのか。おお、初めてイラストが出てきた。あら、まあ、確かガイウスの弟くんの随分とたくましくなったじゃない。察するに教官の学生時代の。ああ、特別実習や内戦の時に何度も世話になってな。でもそうか、君もそろそろ当時のガイウスに届くくらいの年だったな。ええ、改めてお久しぶりです。って、本当に気づいてなかったんですか。ちょっとショックだな。
いや、あまりにも見違えたからさ。そしてこのシャル、そちらはシャルだったか。二人ともずいぶん大人びたじゃないか。そうですか。だったら嬉しいです。誰だろうこれ、声優聞き覚えがあるな。来るとは聞いていましたけど、こんなに早く会えるなんて。そうだ、兄さんもそろそろ。お、来る来る。来たか、リンたち。来たー、風さん。おう、相変わらずの黒い馬で、ガイウス・ウォーゼル。リン、エマたちも帝都からの長旅ご苦労だったな。無事に到着して何よりだ。イケメンだ。いや、引っ越しも大体は片付いたところだ。今からあのラクリマの方に行くのかな。お茶でも入れよう。まずは旅の疲れを癒すといい。それはありがたい。ガイウスの立ち絵が見たいな。あ、あれだ、あ、ラカンさんはいないのか。お父さん、落ち着きますね。これが噂のノルトティですか。なんかクルト君のこの座り方は違和感があるな。ふふ、紅茶とはまた違ったホッとする味わいですね。君たちの口に合ったならよかった。前の特別実習の時にも振る舞ってもらったのを思い出すわね。そういえば最後にサラ教官もいらっしゃったんでしたね。ああ、シャロンさんも一緒に俺たちの様子を見に来てくれたんだったか。本当にいろいろと懐かしくなるな。確か別の班のなんか揉め事があったから、それを収めてからこっちに来たっていう、なんかかなりの長距離移動だったよね、あの時サラさん。トーマ・ウォーゼル。あ、声優書いてない。シーダ・ウォーゼル。お、シーダも。リリーも結構、あ、リリーでもあんまり成長しない気がするな。おかわりもありますから、遠慮なく言ってくださいね。あの、ファルコムゲーの特徴として、キャラクターの名前が出た時に CV って出ない、あれ、出てこない時は、もう、一旦前に紹介された名前なんだよね。っていうことは、一回もう出てきた名前の声優が今これ、兼任してるはずなんだよね。このサブキャラも。昨日だったらリリーたちが作った地図なんかもあったんだけどね。てかもうみんなこういう声してんだ。十分さ、おかげで旅疲れも吹き飛んだよ。しかしシーダもリリも大きくなったな。兄弟揃って見違えたよ。リリはそんなに変わった気しねえんだけどな。あ、違うな、当時のシーダぐらいの大きさになったのか、リリがこれ。おお。そうですか。だったら嬉しいです。ちょっととわみがある。わあ、ファトマ・ボーゼル、美人だ、お母様。ガイウスからも聞いていたけど、本当に立派になったわね。ラカンさんが気になるな。別の方にいるのかな。数多くの大変な試練にぶつかって、そして乗り越えてきたのでしょう。いや、大変でしたよ。かつて特別実習で迎えたあなたたちが、私まで誇らしくなってくるくらいよ。ああ、いい笑顔してるお母様。この笑顔にきっとラカンさんをやられたんでしょうね。ありがとうございます。まだまだ未熟者ではありますが。新7組のお二人は初めまして。ガイウスの母ファトマよ。なんかクルトのこの座り方笑っちゃうんだけど、あのリンと一緒なんだけどさ、なんかクルトがやると面白いんだよねこれ。私は妹のシーダです。こっちは下の妹のリリー。お、サツキです。こっちは妹のメイみたいな感じ。いつもガイウスアンちゃんがお世話になってます。かわいい。こちらこそさ、お会いできて嬉しいです。お噂通り素敵なご家族ですね。ありがとう。俺にとっても自慢の家族だ。できれば父にも君たちを紹介したかったが。そういえばラカンさんは不在とのことだが。ええ、集落の引っ越し先で陣頭指揮を取ってくれているわ。だいぶ遠い場所になったから、今回は会う暇はないかもしれんな。ええ、そうなん？ラクリマの方じゃないんだ。ってことは、まだ行ったことのないノルトの場所にいるってことかな。そっか、ぜひご挨拶したかったところだけど、まあ多分そのうち出てくるでしょう。
だがそんな急な引っ越しを決めたということは、やっぱりこの高原で何かがあったんだな。ああ、先日こちらに戻ってから馬で高原を一回りしてみてな。カレイジャス2や王子殿下の行方につながるものは今のところつかめていないが、それとは別に死角になっているいくつかの場所にとあるものが見つかった。なんだ？真新しい焚き木の跡や埋められた携帯食料のゴミなのかな。ということはそっちにあれがいるのか。それは人がいた痕跡ですか。まず間違いない。それもおそらくは複数人だろう。ああ、黒の衛士とかじゃないのかな。トーマにも手伝ってもらって同じような痕跡があちこちで見つかった。最近は軍の人たちが近くで訓練をしたなんて話もありませんし、アリオスたちと多分戦うんだよね、ノルドで。オープニングに生かしねえ、ノルドで。集落や門の人たちもそれらしい人物を見たことはないそうです。万が一にも家族や集落のみんなを危険にさらすわけにはいかなくてね。夫やガイウス、集落のみんなと相談して引っ越しの時期を早めることにしたの。シャルと彼女のお父様も手伝ってくれてね。本当に助かっているわ。シャルのお父さんはトーマとの仲を許してくれたのかな。改めてごめんシャル、せっかくお父さんと予定していた休暇に。いいの、トーマたちの力になりたかったから。お父さんはブツブツ言ってたけど、なんだかんだ手伝ってくれてるし。でも聞く限りかなり怪しいみたいね。タイミングがタイミングだけに。これがルファスさんの言っていたことかはわかりませんが、2年前の実習では両兵崩れが潜伏して暗躍していました。ギデオンたちね。もしかすると、似たような何かが進行しているのかもしれない。リーンたちが来たら改めて調べなければと思っていたところだな。早速動き始めるとしよう。この地に何かが起きようとしてるなら見過ごすわけにはいかない。ですね、美味しいお茶もご馳走になりましたし。祖先にゆかりある地でもある以上、全力を尽くすだけでしょう。ありがとう皆さん。私たちはしばらくここにいるから拠点として遠慮なく使ってちょうだい。夫の代わりといってはなんだけど、できる限り支えさせてもらうわ。僕も以前よりは強くなれたと思います。何か力になれそうなことがあったら遠慮なく言ってくださいね。ありがとう。心強いよ、トーマ。行ってくる。シーダもリリもいい子でな。お兄ちゃんもどうか気をつけて。行ってらっしゃい。プチマラソンかな。出発ですね。何から手をつけましょうか。そうだな。何かとっかかりがあればいいが。それなら一度彼女に話を聞いてみるべきかもしれないな。彼女？俺の到着より前に集落に客人が来ていてな。引っ越しの手伝いと各地の調査で俺もまだろくに話せていなかったんだが、誰だ？ちなみにみんなとも顔見知りのはずだ。そんな人が。でもそれらしき人が集落内に見当たりませんね。ふむ、もしかすると出かけているのかもしれないな。家族の誰かが知っていそうだが、じゃあ改めて話を聞いてみるとしようか。よし。お、ガイウス待った。人物像、ガイウス。ガイウス・ウォーゼル、旧7組メンバー、ノルドの民、七王教会、聖杯騎士団、守護騎士第8位、絶空砲翼。遊牧民のノルドの民であり、物事の本質を見定められる性格、鷹のゼオという相棒がいる。よっしゃー、あそこに行けばストーリーが進むので、よし、じゃあちょっとマラソン、プチマラソンしてきます。おー、レシピあるやん。何が必要ですか。買い物、おー、喋った。武器は買っとくか。極刀、ゴルゴンロッド、五色の網靴か。靴はいらないから、ムーブがあるのはいいんだけど、武器はこれ買った方がいいな。かなり変わるもんね。
あ、何？専用武器じゃないからリン君と一緒に使えるんだ。へえ。まあリン君買っといて、ゴルゴンロッドも買っとくか。網靴はいらないかな。クルト君も一応買っといてあげるか。よし。バトスコア何個ある？あと、あれ、あ、あった。あー、34か。いや、でもな、いくらあってもいいからな。じゃ30個、31個。65、よいしょ、OK。どうかお気をつけて。スパイシーケバブ。うん。料理、あー、結構作れますね。やりますか。これちょっとあれだな。これは、レシピを効率よく運用するために、あんまり場に出さないやつに、ちょっと今、どれだ？いたずら。じゃあ、ミュゼさんに。下手でも笑わないでくださいね。いや、女の子が丹精込めて作ったものを笑うものか。失敗しちゃいました。お、無駄にエロいのやめろ。失敗しちゃいま失敗しちゃ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 。シノブの言わずに食ってみな。さあ食べてくれ。どうぞ。お待たせしました。うん、こんなもんかな。会心の一食かな。久しぶりの集落。ゲルが減ってるのは少し寂しいな。あ、ゲルだったわ。あ、また落ち着いた時にでも招待しよう。新七の君たちもな。ええ、楽しみにしています。このノルドのこのテントの名前、テンじゃなくてあれだったわ。あれゲルだったわ。あ、ゼオおるやん、あそこに。鷹のゼオくん。あ、そうだ。おー、かっこいい。さらに悪魔情感が増している。ベルモンド一族のような。ガイウス使いたいな。こういうパーティーにしようか。ナビも変えとこ。シーダー浮かない顔をしてどうした。例のお客さんが朝に出かけたきりまだ帰ってきてないみたいなの。うん、さっき聞いた講義に出てしまったのか。なんか前にもあったな、そんなの。はい、この機会に取材しておきたいこと。あー、本当に前にあったあれだな。なんだっけ、あの時、ノートンだっけ、ノーマンだっけ、ベルガルド・ゼーマンだっけ、なんだっけ、あの人。いや、ゼーマン関係ないわ。ノートンだったっけな。あー、でもこれ、グレイスっぽいね、なんか。取材ですか、なんだかデジャブと言いますか。あー、俺たちの時に帝国時報の、あ、ノートンになってるわ。ノートンさんを探したのを思い出すな。そんなことがあったんですね。該当しそうな方がいるとすると、俺はグレイスだと思うんだが、レックスはクロスベルにいるしね。とにかく様子を見に行った方がいいかもしれないな。北の方角で間違いありませんか？あ、はい、どこまで行ったかはわかりませんけど、とにかく馬で探しに行ってみるとしよう。ノルド高原北部に出られるようになった。オッケー。オッケー。馬には喋りかけられないもんね。じゃあプチマラソンも終わったことですし、よし、よし、出発。ノルド高原北部。あれどうなってんだろうな、あの銅像のやつ。あのロフトゼウム、ロフトゼウムだ
の入れ物だったやつなんだっけ。あのどうぞ。南部よりガキが多くて若干気合いそうだが、ってあれは何。ああ、うん、これね、これね。なるほど、あれがブリオニア島にあったものと対となるという。ええ、大地の至宝ロストゼウム、名前かっこいいよねもうこれマスターガンダムだよね、頭これ。ブリオニア島にあったものは口が回んねや。炎の至宝アークルージュですね。皆さんも知っての通り、すでに力は失われた抜け殻です。うん、動くんじゃないのこれ。学生時代に来た時はそこまでのものとは思わなかったが、鬼神たちの元になった存在でもあるんだよな。ああ、また会いたいな、バリマール。あ、びっくりした。なんかいきなりもうミュテが後ろでなんかやってんのかと思って。とにかく客人を探しつつ北部を回ってみるとしよう。馬を使っていないならそこまで奥地にも行っていないはずだ。そうだな、早速早速開始だ。オッケー。これもまた広いんだよね。広すぎイベントはここか。あー、やっぱりあの銅像のとこにいるみたいだね。さて、また殲滅してもらうか。これ一応さ、帝国のさ、どこだ、このオスギリアス盆地、あのギリアスオズボン盆地のさ、こっから直線でここにアークルージュのやつがあれ吹っ飛んで、でこっからバチッて弾かれて、こっちの方のここにちょうどノルドのあれがあるんだよね。ロストゼムがこの線一直線に真ん中でぶつかって吹っ飛んでってことよね。よし、マラソンします。マラソンじゃないわ探索します。始めるとしよう。やサンダーローチ、帯電する体を持つ古代魚。暗闇の中で放電を行うときは辺り一帯を明るく照らす。おいいやつや。よし、あとなし。セイ、チャンスね。あ、でかいバージョンだ。サンダークエイク、帯電する巨体を持つ古代魚。広範囲に激しい放電を行い、全てを黒焦げにしてしまう。いくぞ。これだから1001とか1002の時のあれだね、ノルドの南部にさ、ゼンダモン前の近くにいたあれだよね、指定の手配魔女だったよねこいつね。あ、そうだ、ガイウスの新放天宝玉章見ようぜ。放天宝玉章か。絶空宝玉の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ、その高き方向をもって我が闇に無双の力を与えよ。いや、イケメンだなガイウスのこのエスクラってあれだよね、他のエスクラに比べてもかなり長めだよねこれ、演出時間。お、よっしゃー、あー、これは痛い、これは物理的にやばい。あ、耐えたね。この程度か。あ、羊人だなんかちょっとバカンスっぽくなってるけど、一気に行くぞどうした、ダビジン。何ダビジンって群れで行動する小型魔獣、攻撃されそうな時は分散して被害を減らすため駆除がなかなか難しい。うん、めっちゃ満喫してんじゃん、なんか釣り道具入ってるし、ルアーとか。ええ、ティアラルの薬、アセラスの薬1、 EP チャージ31。しかしこうも広いとどこから探すべきか迷いますね。そうですね、目につくものといえばやはりあの巨像でしょうか。かなり回り込む必要があるけど、近くで一度調べてみましょうか。力を尽くすしかなさそうだな。ギルダークエイク、
帯電する巨体を持つ古代魚、変色した体はより多く電力を蓄え適応した結果、放出する電力は船をも沈める。電力を蓄え適応した結果、僕の番だな。あとはいませんか。よし、じゃあ行きますか。オーダーも使っていこうか。宝箱だな。お、風魔だ。使えそうですね。前、見てか。八葉がいい。まだまだこれからだ。え、3とかもあんの？2までだと思ったら3まで上がった。へえ、超絶怒涛の勢いで放たれる天と地をも切り裂く連続切り。成長しちゃいました。3までいったら相当強化されてそうだな。へえ、やっぱ遅延与えられるの強いよね、このゲームで。お宝発見。黄色じゃん。覚醒鉢巻きか。誰に持たせようかな。今だ。とどめだ。ダイウスの背中、また広くなった気がするな。リーンもな、これからも互いに精進するとしよう。いいですね。磨きがかかっていますね。牽制にだって負けないわよ。いやー、いいな、やっぱり掛け合いっていうのは。あの黒の奇跡になるとさ、こういう勝利シーンがなくなっちゃうから、多分掛け合いとかもなくなっちゃうんじゃないかなって心配があるんだけどね。どうなんだろう。リザルト画面がもうないみたいだから、こういうね。俺の場所は今だ。自伝は未だ健在ですね、サラ教官。君にも負けないわよ、ガイウス。生徒と教官。いや、ガイウスでかいな、改めて。宝箱か。イクシオンボルト SR。 これは何かな。おお、ゼラパウギャ、ゼラパウ。ついてるな。今回なんか U マテリアル1個で交換できるっぽいから、あんまりありがたみが薄れてしまってるが、それでも嬉しい。お宝発見です。シルバリーウォッチ。遅延無効か。あ、スピード上がるのか。ちょっとこれは保留だな。いや、絶景だな。さてと、なんと雄大な。あの滝って前もあったもんね。この時は楽に幕を含みに出たという百人が味方可能性も否定できないが、セリフはもう変わらない。いや、一応ね、ここら辺にいたやつら、もう全部こうやって殲滅して回ったんだけど、まあ、結局湧いちゃうから。でもちゃんとここにいるやつら全員倒してるんで、倒してきてるんで。で、ここまで来ました、という感じでーす。俺の番だ。今だ。どうぞ。風間くんノルドの操術、勉強になりました。バンダール流にも学ばせてもらっている。いろんな掛け合いがあって面白いね。よし、掴んだ。さて、この宝箱はダイヤモンドノバスーパーレアか。レアモノです。これは今反応してくれたミュゼッチにつけるべきだね。お、黄色だ。
レキュリア、ウルトラレア、いいものがどんどん手に入っていくね。あ、釣りできるじゃん。え、うん、余韻が濃いな。こんな高さからそれよっ、かかった、ほっいい感じだな。あ、なんだっけこれ、ラドンとかそんな感じだったっけ。まずまずだな。ラオドンだ。レキュリア、試練の実力改めてお見それしました。君の双剣もますます磨きがかかっているわね。よし、全部倒した。もうここにいる魔獣一個一個もう全部ぶっ倒してきました。時間かかったな結構いや、いい経験値になったよ。もうかなりレベル上がったよこれ。もう今この敵倒してもなんか100ぐらいしか手に入んないんじゃないかな。1体っていうかリザルトで全部買ってきました。じゃあ宝箱も全部開けたので、開けたよね、うん、開けてる、オッケー、取りこぼしなし。じゃあこのねメインイベントの方、もうあそこにいるのもこれグレイスだよね、もうあれね。あ、セーブしてから行くぞ。セーブしてから行きます。よし、じゃあグレイスに会いに行こうかもう俺完全にこれノートンと一緒だよねこの構図ね。さすがはノルド屈指のランドマーク、いい顔見せてくれるじゃない。無事に戻れた暁には帝国百景なんて企画してみても面白いかもしれないわね。ああいいねそれ、普通になんか観光のガイドブックとしていいかもしれない。あなたはまさかクロスベル通信社のグレイスさんですか。おっと、ようやく到着したみたいね。待ってたわ、トールズ7組と灰色の、いいえ、牽制リンシュバルツアー君。まあ、ハートがついとる。まさかとは思いましたが、やはり、あ、馬神こっち見てる、かわいい。ああ、俺も会った時はさすがに驚いたものだ。占領されたはずのクロスベリから一体どうやって帝国まで実は事件直前にクロスベルを離れる用事ができてね。調印式の朝、とあるタレコミが動力ネット経由で飛び込んできたの。ああ、そういえばあれだよね、レックスたちとなんか駅前でなんか言ってたもんね最初の時。それで式典の取材をレインズ君たちに任せて急遽帝国行き列車に飛び乗ったってわけ。今となっては運が良かったのか悪かったのかって感じだけどね。まあみんながそこにいるからな、残ってるからね。ありがとう。でも腐ってばかりもいられないわ。こうして巻き込まれずに済んだ私だからこそできることをしないと。ジャーナリストとして何よりも一クロスベル人としてね。ロイドやランディさんにも負けないタフさというか。しかしタレコミというのは、うん、そうそうそう、歴史的な調印式を他人任せにするほどということは、もちろんそれなりのネタよ。BGM が新婚旅行中の王子殿下夫妻とカレージャス2の行方不明というね。ということは C がルーファスとかが垂れ込んだ。これそしてとある人物からの情報でこのノルドまでたどり着きました。あなたがここにいるということは何か手がかりがあったんですね。状況証拠か。王子が新婚旅行で訪れた地域の周辺で不審な黒ずくめの目撃情報があったの。黒の衛士隊？まさか黒の衛士ですか。そして彼らが行方不明事件の前後にノルドに潜伏して何かをしていた。そんな未確認情報を追いかけてここにたどり着いたってわけ。帝国に反旗を翻し、クロスベルを占領したテロリストたちか。
昨日馬で回った限りではそれらしい隠れ家や隠れ所、隠れ家でいいのかな、隠れ家形式は見つけられなかったが、隠れどころかな。私も探したけど根拠となるような証拠はとことん完璧に隠蔽されてるみたい。だけど火のないところに煙は立たない。ノルドに何かがあるのは間違いないはずよ。もちろん記者としての勘も込みだけどね。うん、その勘当てにしてるさ。この上ない情報ね。やっぱりクロスベルの事件と王子殿下の行方不明はつながっている。可能性はかなり高くなってきましたね。ありがとうグレイスさん、参考になりました。確たる証拠は今のところ何もないけどね。私にはこれくらいしかできないけど、どうか頑張ってちょうだい。きっとこの事件を追いかけた先にクロスベル解放の道筋がある。私はそう信じてる。期待しているわよ、トールズ7組。はい、どうか任せてください。なるほど。その後リーンたちはグレイスを馬に乗せて集落に戻り、改めて調査を再開するのだった。うん、こうなるとやはり南部の方も回ってみた方が良さそうだな。ああ、軍の施設があるエリアだが東大元暮らしということもある。調べる意味は大いにありそうだ。軍の施設といえば中佐の調査はどうなったのかしら。監視塔方面で聞き込みをしてくださっているんですよね。ああ、情報交換の意味でも一度連絡しても良さそうだな。クルト、頼めるか。わかりました。では大丈夫ミラー、ミラーなんか起きてない？無事ですか？あ、あーやべー、やっぱり繋がらないみたいです。ここから監視塔なら動力波も普通に届くはずだが、嫌な感すんな。かなり遠い場所にいるか、動力波が不安定なのか、歯がゆいですね。7の輪が有効ならこういう心配はないのですが、仕方ないさ、今はやれることをやるだけだろう。この際俺たちも、あー、もう南部を守りつつ監視塔に向かってみるか。そうですね、兄上ともすぐ会えるでしょう。途中見かけた石柱群や三角岩の周辺も改めて調べた方が良さそうです。そうと決まれば早速回ってみましょうか。案内は引き続き任せてくれ。ノルド高原南部に出られるようになった。 See you, Kお、来たグレイス。あ、埋まった。終わった。全部。取材に、調印式の事件直前にクロスベルを離れ、帝国入りを果たしていたグレイス。王子夫妻の行方不明事件を追っていた。これマラソン変わったな。これ変わってるな。ちょっとまた軽くプチマラソンしていきます。